報告動画です。今回は、マイミクさんでというか、まあ、喫煙動画絡みで、まあ、マイミクになった、YouTube アカウントは、グチケンさんこと、まあ、グチケンさんですね。はい。と、オフ会しましたね、原付で。はい。まあ、地元の、ちょっと柏の箱根というところなんですけど、まあ、そこの近くのコンビニで、まあ、オフ会しましたね。まあ、とりあえず、一泊しながら、まあ、報告していきたいと思うんで。はい。マイク邪魔ですね はい。まあ、こんな感じに、まあ、していこうかな。はい。で、それで、まあ、あるじゃないですか。で、あって、まあ、コンビニの駐車場だったんですけど、原付またがった方がいて、あれ、まさかこんな感じの人じゃないわなって思ってたんですよ、失礼ながら。で、そしたら、まあ、やっぱり一人しかいないですし、まあ、やっぱり、まあ、言ってた写真も回ってましたし、まあ、そうかなと思って、まあ、手を挙げてみたんですよ。そしたら、挙げ返してくれたんで、あれ、そうかなってことで、まあ、そうっすね。それで、あ、やっぱりそうなのかなと思って、近づいたんですよ。こっちも、原付でしたし、はい。まあ、とりあえず近づいて、エンジン切り、サイドスタンドを上げて、あれ、グチケンさんですよねみたいな感じで言ったら、あ、そうですよって話になって、まあ、それで、ちょこちょこ話したんですよ。まあ、いろいろ。そしたらいきなり、爺様がですね、近づいてきまして、これ、君の原付とかなんかいきなり話しかけてきて、それで、まあそうっすけど、っていう感じで、受け答えしたら、いいね、とか、これいいね、みたいな話かけてきて、風に。それで、あ、そうっすか、みたいな感じで言ってて、安いね、とか言って、そうっすかねって言ったんですよ。そしたら、なんか、15万、近くのバイク屋で13万ぐらいするとか言われたんだよ、みたいな話してきて、まあ、そうっすか、みたいな感じになるじゃないですか。それで言ってたら、そうなんだよね、みたいな、まあ、世間話的みたいな感じで、まあ、なって、まあ、そこからずっと話が発展していくわけですけど、それでなんか、J コムのやつ、なんか、なんだろうな。チャリンコで回ってるらしくて、その方のスペックとしては80歳で、自称ですけど、80歳で、車も原付も免許持ってなくて、免許ないのにバイク屋行ったという、不幽霊があるらしい方で、それで、昔は、刀剣で働いてたらしいですね。刀剣コーポレーション。刀剣じゃねえやん、間違えた。刀剣は俺受けたところじゃん。大東、
建託とか、まあそういったのが、まあ、住宅の販売とか、まあそういったのをやってたらしくて、それでなんか、社用車として、社員に一台一台、ベンツが配られてとか、なんか、よくわかんないこと言ってて、なんか、何なのかなと思って、それで今は J コムで、ケーブルテレビとかそういったのをやってるんだって、へーって言ったら、皆さん車渡されるんですけどね。車渡されてて俺だけ免許持ってないから無理なんだよね、みたいな。よくわかんないこと言ってきて。そんな80過ぎた年なんて使う企業ないじゃないですか、どこも。なんですけど、よくわかんないですね。もう、もはや話してる自分が、もう、ないってわかんなかったですね、ぶっちゃけ。その人。はい。まあ、グティケンさんも同じこと言うかもしれないですけど、わけわかんない方で、めちゃくちゃ対応に困りましたね。はい。通り行く人たちに、アイコンタクトで助け、アイコンタクトですね。買いましたね。アイコンタクトで、助けてみたいな。出したんですけど、誰も助けてくれなかったですね。はい。世間は、寒いですね、ほんと。冷たいっす。ほんと。もう氷河期ですね。はい。もう他人事ですからね。まあ自分も絡まれてる人いたらもう放置ですけど、まあやっぱりうざいっすね。放置されると。はい。まあそれは関係ないんですけど。まあ同じく、グリティケンさんもうざいと思ってたらしいですね。はい。もうほんとどっか行けよとか思ってて、それで、そして、そんな感じの流れで、まあ話してて、帰るかなって仕草見せたんですよ。それで、ああ、やっと一段落つくなと思ってたら、また 引き戻ってきて。まあ、普通に話すだけだったらまだ良かったんですけど、なんか人の原付のミラーに手を置いて、体重かけてたんで、ミラー曲がっちゃったんですよ。結構、弱い力で、自分が乗ってるやつは、ジョグなんですけど、ミラーがクニャってなっちゃうんで、ほんと、自分に合わせだったミラーをずらされて、ほんとムカつきましたね。はい。人のもんに追いかかんじゃねえよ、この野郎みたいな。常識そんなのも知らねえのに、そんな勧誘とかできるわけねえな、みたいな。ちょっと思いましたね。はい。とりあえず、うざかったんですけど、まあ、楽しかったんで、プラスですね、楽しかったので。はい。まあ、いろいろ車の話したり、まあ、結構楽しかったですね。はい。まあ、そうですね。まあ、原付で、まあ、交換して乗り合ったり、あ、これってこうなんだ、みたいな。まあ、車種によって、同じエンジン方式でも違うんだ、みたいな。そういったの発見とかも。いましたね。はい。まあ、ちょこちょこ話してて。ほんと、なんか、ウィチケンさんは腰が低くて遠慮深いんで、まあ、普通に、まあ、ミクシィの絡みですと、タメ口でやってくれるんですけど、実際に会うと、タメ口でやってくれないんで、ちょっと硬くなっちゃいますね、こっちも。はい、もうちょっと、あれですね。親交深めればなと思いますね。はい。まあ、ミクシィですと結構絡んでるんですけど、まあ、いざ会ってみると、まあ、こっちも、ちょっと受けるんですよね。はい。なんか雑音入ってたと思うんですけど、本当申し訳ないです。まあ、そうですね。まあ、そんな感じで。まあ、腰が低くて、いい方ですね。ほんと優しくて。はい。まあ、いろいろ、まあ、学生時代の話なりなんなり、まあ、いろいろ。まあ、聞いたばっかりだったんで、自分が。今度は自分の学生時代のことでも、まあ、語ろうかなと思いますね。まあ、彼は寮生活してるんで、まあ、そこの寮に激突しに行こうかなと思ってますね。はい。まあ、今度は、まあ、ファミレスとかそういったところ行こうみたいな話になってるんで、行きたいですね。はい。
音を楽しんで、やっぱり音階ってやっぱりいいっすね。まあ文字だけでやってるより、実際に喋ってみますとその人の表情なりなんだり見えますし、やっぱりそういったのがいいっすね。こうやってスカイプで話してる、スカイプじゃねえよ。スカイプで別に話したわけじゃないんですけど、まあこうやってやってるより、まあやっぱり、実際に会ってみるってのもいいっすね、やっぱり。はい。まあ、グティケンさんからの意見だと思うんですけど、まあ、言われたことで、自分はおとなしそうな顔してるけど、あんな走りするんだ、みたいな、そういった話しましたね。はい。結構、はい。面白かったですね。はい。で、タバコはこんなまでしたんで、回してあげます。はい。まあ、親と出くわして、それでスーパーで、まあ話したら、出くわして、まあ、それでジュース買ってもらいましたね。というか、金もあって買いましたね。はい。まあそれで、まあそれの時に本当腰低い人だなと思いましたね。はい。もう本当、遠慮深くて、まあいい方だなと思ったんですけど。ちゃんと覚えたかったですね。はい。まあ、彼は、マックスコーヒーの500買ってきましたね。はい。まあ、面白かったっすね。はい。たまには、てかたまにじゃないですけど、まあいいっすね、会って話すっての。はい。初だったんですけど。やっぱり、いいっすね。はい。まあ、動画で見るのとどうって言ったら、まあ変わんないねって言われて、あ、やっぱり俺ってそんな変わんないんだみたいな思いましたね。はい。まあ、そんな感じに、まあ、やって、まあ、ちょっと知ってる道まで送り届けて、さよならで帰ってきましたね。その後が、一人の戦いでずっと寒い思いしながら原付を飛ばしてましたね。はい。無理やり、左側からやったりとか、歩行者側の方から、歩行者の道路を走って、まあ、ポールを抜けてとか、やりましたね。はい。結構怖かったっすね。車が幅寄せしてくるのは本当うざかったっすね。もう、蹴りくれなかったっす。はい。アリストとか。はい。まあでも、左側から無理やり抜く、走ってる状態で抜こうとしてる、まあ自分もあれですけどね。はい。その後、メールが届いて無事、まあ、目的地というか、寮に帰れたらしいんで、よかったっすね。はい。まあ、そんな感じに、まあ今日のオフ会は、まあ、終了したわけですね。はい。まあ、本当ですと、こんな短い時間じゃまとめ上げられないほど、まあいろいろ充実したことだったんで、まあまたお会いして、そうですね、話したいですね。はい。では、もう時間もなくなってきましたし、今回はこれにて失礼させていただこうと思うんで、ご視聴ありがとうございました。次回は、そうですね、実践動画として、アメスピのペリック。まあ、これは、スカイプの方ですね。で、まあ、リスナーさんのコンタクトの人が、あれ、ペリックボックスですよねって、聞かれたんで、そうっすって、よくわかりましたね、みたいな感じでしたね。はい、まあ、関係ないですけど、今回の話とは。はい。今回これに対して失礼させていただこうと思うんで、ご視聴ありがとうございました。で、次回は、はい、このペリックボックスをやりたいと思うんで、お話しします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。はい。なんか固まりましたね、今。